はい、結論から申しますと鉄板8枚がですねこの A4 のメッシュケースの中に入ってしまいました。はい、シシです。今日はですね、ダイソーで購入しましたこちらのメッシュケース3ポケット付きというものが、まあ、目につきまして、あ、これキャンプギア薄っぺらいものを入れるのにちょうどいいなと思いましたので紹介したいと思います。ジャンコードがこちらになります。 B6 がこちらになります。 B5 がこちらになります。 A5 がこちらになります。そして最後 A4 がこちらになります。はい、どんな内容になっているのかちょっと見ていきたいと思います。このような感じでポケットがですね3つついておりまして、素材がですねポリエステルになってます。でポリエステルというのは一般的にその耐久性がありまして、まあ、シワがつきにくくてその日光にも強くて耐摩耗性にも優れておりますので、あと速乾性がありまして湿気を排除するため その医療品とかスポーツウェアに適しておりまして、でキャンプギアにそういったものってちょうどいいんじゃないかなと思いまして購入したんですね。他にもそのキャンプギアとしてそのケースっていうのは売ってあったりするんですけれども、なんかねポケットがねこんだけ3つついて非常に便利じゃないかなと思いましたのでちょっと見ていっております。で裏面はですねこのような感じになっておりまして、なんていうのかな、汚れが外に逃げにくいようなそういったあの素材というのかな、あの作りになってまして、ただこの B5?B6 だったっけな、1種類だけがなんかねちょっとツヤ感の薄い感じの仕上がりになっておりました。はい、それでは A4 から見ていきたいと思います。キャンプギアってねなかなかね薄っぺらい、まあ、UL ライクな感じの、薄っぺらい製品がたくさんある中で、こちらセリアの折りたたみ焚き火台収納ケースっていうのがありまして、こちらも材質はポリエステルになってますけども、なんかプラスねポリ塩化ビニールナイロンで、サイズが 35cm×23cm になっております。でこちらピコグリルの、まあ、偽物になりますけれども、これ薄っぺらいですよね。で、左下、見ていただければ分かりますように A4 サイズ、実際の、ね、A4 サイズと、あとダイソーのメッシュケースのサイズっていうのを、まあ、大体ですけれどもこのような形で、サイズ表記しておりますので、まあ、何かもしねあの購入される際には何かの目安になるんじゃないかなと思います。すっぽりとねピコグリルの偽物がね収まりますね。でセリアの方は非常になんていうかな、裏面もしっかりした、汚れがつきにくいようなものになっていたんですけれども、ファスナーとマジックテープっていう違いはあるんですけれども、このポケットがね多数あるのがね今回非常に便利だなと思ったんですね。で、このように焚き火台の焚き火シートも入りますし、まあ、それにちなんで、まあ、もし調理するのであればこういったこれラージメスティン用の、まな板なども入れれたりできます。はい、こんな感じですっぽりとねいろんな薄っぺらいものがね入りますの でその他にも焼き網もこのように入ります。まあ、この袋のねケースのその耐久性についてはちょっとまだわからないんですけれども、あとこのファスナーですね、ファスナーを何度も何度も使っていて、まあ、壊れる心配がどれぐらいあるのかなっていうところは、まあ、ちょっとまだ検証はできておりませんけれども、まあこのねポケットがねたくさん仕切られてるっていうことで、すごいね仕分けがしやすいんですよね。なので、まあ、焚き火台使って炭とか一緒にしたくないな、まな板一緒に使いたくないなとかっていった場合とかも、違うポケットで、収納できますので、まあ、その辺がね、いろんな人のパターンがあるかとは思いますので、トレイ入れたりで、その違ったポケットにはそのまな板を入れたりとか、いろんな使い勝手がこの3ポケットにはあるんじゃないかなと。でセリアと同じようにその値段的にはね110円なのでいいなっていうふうに思いました。でこのような感じでまな板入れてます、トレイも入れてます。
でサイズがですねこのような感じに、まあ、ざっくりとですけども、まあ、これ参考にしていただければなというところで、写真を撮っておりますけれども、まあ、一個ずつ、動画内でサイズはちょっと載せておりますので、まあ、そちらも参考にしていただければなと思います。これ英語サイズになりますね。英語サイズだ。でこのケースもダイソーに昔、今あるのかな分かんないですけど、まあ、あったんですけど、それも購入しとったんですね。これもね、なんかキャンプギアっぽくて、裏面がこのように汚れが外に出にくいような、作りになってまして、デニム生地で可愛いなと思っておりました。でこれ英語サイズのリョータの鉄板、これねリョータくんからねいただいたリョータの鉄板っていうものなんですけども、これにぴったり、はい、ということで英語サイズの鉄板だったら余裕がある状態ですっぽり入るっていう、ちょっとね大きめのなんていうかな英語サイズと書いてはいますけども、だいたいね2センチから3センチで、大きければその4センチから5センチぐらいダイソーのケースの方が大きいんですね。なのでだいぶ余裕があるなっていう、こういったメッシュポケットに100円の小さい鉄板入れれたり、ごとく入れれたり、あとはなんだなんかいろいろ入れれたりできるんですね。まあこれは風ひぐらですけども、まあ、こういった薄っぺらいものをねたくさん入れることができます。また同じようにラージメスティン用に、まあ、すっぽり入る入るな竹のまな板も入ったりします。英語いいじゃん。はい、こちらがビーパルの付録のおまけでついてたもので、これはねセカンドストリークとかなんかで売ってたフッ素加工の鉄板ですけども、まあ、大きさ的にはこの英語サイズで、他にもですねキャンドゥで発売されてた、ちょっと大きめの鉄板もだいたいね英語サイズになりますので、この類の鉄板類はこの英語サイズのメッシュケースにすっぽり収まりますので、ソロのね鉄板にちょうどいいのかなっていうふうに思いました。でこの英語サイズのものを B6 ちょっと入りそうかなと思ったんですけども、 B6 にはねやっぱりちょっとね入らないんですよね。はい、で B6 サイズのこの B パル付録小川ハンドル付き極厚鉄板ソロっていうのがこちらの B6 サイズっていうのにぴったりだったんですよね。ですのでまあ鉄板持ち歩く、まあ、もしくはその B5 サイズの鉄板とか、各大きさに合わせた、まあ、メッシュケースがちょうどいいかなと思うんですけども、これダイソーで昔出てた、ラージステーキプレートですけれども、これがね B5 サイズにぴったりだったんですね。でこれがですね、まあ、ちょっとね、よくわからない約 A4 サイズのよくわからない鉄板になります。まあ大きめの鉄板ですね。使いにくそう。これはねちょっとね入らなかったので、やっぱり A4 サイズのメッシュケースに収まるというようなものになってます。でですね、この A4 サイズがですね、意外と本当にいろんなものが入って、鉄板がねどんどんこの A4 サイズの中に収納されていきますので、本当に薄っぺらいものだったら、この A4 サイズの中にね鉄板全部が入ったので、まあそんな鉄板パンをたくさん持っていくことはないかと思いますけれども、まあ、1枚 A4 があれば何かしら役に立つんじゃないかなと思いました。で風防もね B5 サイズ、まあ、これはちょっとガスバーナータイプの風防だったりしますけれども、まあ、ちょっと高さのある風防になっておりますけれども、こういったものにも非常に便利かと思います。まあ、何かの参考になればなと思います。
最後までご視聴ありがとうございました。またこんな動画作りますので、よろしければチャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございました。